L2 フォーカス、おお、動いた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 。隕石は？隕石なんもないわ。あ、飛んだ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 。行くぞ行くぞ行くぞ。行け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 。どうなんの？どうなんの？上行ってる？上行ってる？みんな上行ってる？ L2 フォーカスって何これ？何があったん？俺なんもできないんだけど。何やら何やら何やら。隕石の方行った。隕石なんかあったよ。なんかやってるね。やってんね。これでももともとのね、史実通りなんでしょ。何が起きるの、こっから。あー、これなんもないじゃん。したバカバカ。おお、なんかやってる。真上か。なんか降りてきた。フォーカスって何、この L2 って。おお、さらに隕石落っこってくる。どうなのどうなの。あ、音ゲー始まった。だから音楽のタイミング合わせろっていうあれがあったのか。最初何これ。結局隕石落っこってきます。これで島が再構築されんの。画面もういじらんないわ。わあ、ビッグバン。これであれか、ブラックホールみたいになっちゃう。座れる。こっから何？もしかしてあれ？何度か何度か？エミネム？どっちにしてもタピオカは来ると思うよ。1日2日うんぬんじゃない。わあ、これティザーであったやつだ。ビッグバン、創造と破壊。破壊と創造。オレオレオレ。あ、俺は向こうに行くのかな。これでどうなる。音楽イベント。フォールガイズいた。あ、レゴいるね。レゴ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 ってる。レゴってる。レゴの世界、私はレゴの世界に入ります。この体がレゴになっちゃう。もしかしてこっからあのイベント。うわー、みんなが集結。あ、レゴになったレゴになったレゴになったよ。やば。レゴになれるの。やば。これがレゴモードなの。フォーカスフォーカス。あ、これ用にフォーカスボタンが出てたのか。やば。これがあのマイクラみたいになるやつ。やばくないこれ。あ、いいじゃん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 。こんな感じでレゴンなんだ。ポカス。めっちゃ楽しそうじゃん。みんなで遊べよ。これ遊べるでしょ。次のチャプターからこれになるってことでしょ。これも出てくるってことでしょ。絶対面白いよ。
か、めっちゃいいじゃん。やば。フォーカス。あ、ラバラバラバ。いいね。初期スキンのレゴはこれなんだろうね。ピンクマとかはあるね。やば。絶対面白いでしょこれ。あ、え、こんなのも出てくるんだ。いいね、レゴコラボ。そして別の世界にはロケットリーグだ。ロケットレーシングね。これレーシングモードの方だ。マリオカートみたいになるんじゃないの。マリオカートみたいなのができるって言ってたもんね。これがロケットレーシングだ。入れてくれよ。やばー、絶対おもろいやんこれ。あ、シー君かそれ。そうかそうか、オッケーオッケー。他のなんか2人のパーティーがいないから適当なやつだと思ってね。え、今操作できるこれ、もしかして。そんなことない。ポッカー、そんなことないか。いけいけいけ、トライだ。あ、あ、突っ込んじゃった。あ、突っ込んでんのか。レースモードこれね。いいじゃん、めっちゃ楽しそうじゃん。空中回避、空中回避、ターブ。いいね、かっこいい。そして他の世界には、俺たちの世界はまだ終わらない。音ゲーモード、これも言ってた、音ゲーモードだ。オートゲームモードの世界には、そうか、オートゲームモードでエミネムか。これそうだわ、エミネムだわ。あの、スキンのやつでしょ。あ、スキンじゃねえ、エモートのやつでしょ。超下品な曲。やっべえ、かっこいい。超かっこいいじゃん。出てきた。やば。いや、自分のねメインのスキンがそれになったのも嬉しいわ。オートゲー始まった。そのまんまじゃん。ほっ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 。すげえ簡単、もしかして。ダンスダンスレボリューション。発動って何？このゲームモード面白くないな。あ、落ちた。出てきた、何かが。あ、セキュリティー。何こいつ。お前もほ、お前もエミネムじゃん。あ、顔怖、顔怖、顔怖。どこ行った？あ、ここ端っこに乗ると踊るよ。端っこ座る、あの、立つと踊るよ。進撃の巨人。おお、いていた。顔怖。やば。
簡単に言ってるか分かんない。さっきの音ゲーもうちょっとやらせてほしかった。おお、そしてこっから俺たちの世界でしょ。次へバトルパス、バトルパスじゃねえや、バトルワノン。この世界も終わり。そうか、いろんな世界があるっていうのを言ってたけども、レゴの世界とか音ゲーの世界とかがいっぱい次のシーズンチャプターからあるから、ああいうこと言ってるんだ。終わった、これでおしまいだ。多分ワンタイムこれでおしまいでしょう。なるほどね、レゴの世界があって、俺たちのバトロワの世界があって、音ゲーの世界があって、ロケットレーシングがあって、いけないっていうか、もう多分これでおしまいなんじゃないかな。一応このまま待ってみようか。いや、レゴが一番俺の中でワクワクさせた。レゴやばいね。バトロワの世界がそこでした、多分。すごい興奮したよね。やっぱね、でもね、ちょっとね、話は短かったね。めっちゃ短かった。なんて書いてあるのそれ。探していますって書いてある。何のイラストだろう。あ、ピーリーか。ピーリー探してるらしいからな。レゴのところが一番俺今回のやつは興奮したかな。思ってる以上に出来がいいレゴ。多分このワンタイムでロケットレーシングとかレゴとか、音ゲーモードとかを紹介するっていう、その何紹介する CM を兼ねてワンタイムやってるんだと思うんだけど、音ゲーのやつはね、正直ね、音ゲー好きからしたらね、なんか作りが甘いなっていう感覚がしたし、曲そんなんでもないから、あんままあいいかなと思っちゃったけど、でレースゲームもまあありきたりっちゃありきたりな作りだからちょっとやって飽きちゃうと思うけど、レゴはねめっちゃやると思う。みんなやばいね、めっちゃ楽しみだわ今回。これやばいね。すーげーいいね今シーズン。ただストーリー的な部分は全然わからなかった。さあどうなるかな。あー、やっぱこれでおしまいだわ。